こんにちは、食事処さくらです。このチャンネルはいつものご飯を一手間でちょっと美味しくをテーマに活動しています。今日はブロッコリーが無限に食べれるサクサクブロッコリーを作りました。たっぷりの衣で揚げるので外の衣はサクッと中はジューシーに仕上がって最高に美味しいのでぜひ試してみてください。それではいきます。まずは主役のブロッコリーの登場です。ブロッコリーは今日1個使います。ブロッコリーを保存するときは袋に入れて野菜室じゃなくて冷蔵庫で保存がおすすめです。意外なんですがブロッコリーって寒いのが好きなのでより温度が低い方が長持ちするんですね。それではブロッコリーを早速洗っていきます。ブロッコリーに上から水をかけるとしっかり水を弾いてくれますよね。そうするとおいおいさくらこれ知ってるよ、水を弾くのは農薬がついてるからでしょ、だからよく洗うんでしょ、まったくさくらはしょうがないなって思いますよね。実はこれ農薬じゃなくてブルームと呼ばれる天然のコーティングなんです。水分が抜けてしなーっとなりにくいように自分でバリアを張ってるんです。なのでコーティングが効いてるブロッコリーは新鮮な証拠なんですよ。それでは現場のさくらさんにお返しして流水で上からざっと洗ってあげましょう。そうです、実はこれもダメなんです。コーティングされてるので中が全然洗えてないんですね。なので大きめのボウルに水を溜めてブロッコリーを反対にして下から水を入れてください。そうするとしっかり全体に水が行き渡りますからね。行き渡った後は好きなだけぐるぐるすれば自然と房についたゴミやちっちゃい虫なんかは落ちていきますので安心してください。そしたらしっかりフリフリして水気を切ってくださいね。今回見やすいように台の上でやってますが皆さんはシンクの上で OK です。これでブロッコリーが洗えたので早速下処理に移ります。ブロッコリーの切り方はお好みですがざっくりと私の切り方をご紹介しますね。カットするときはペティナイフ、これは短い包丁ですね、これを使います。周りの小房を根元の少し上から切り落としていきます。根元って表現は間違ってると思いますが伝え方がわからないのでご了承ください。根元のギリギリのところは皮の繊維が硬いので火を通しても柔らかくならず口に残ることがあります。なので少し上から切り落としていきますよ。小房を切り落としたら細かい小房が集まったてっぺんが残るのでここは根元を残すようにバスッと切り落とします。そうしたらこれも大きめの小房になりましたね。でもこのままだと大きくて他の小房と火の入り方が変わってきちゃうのでサイズを合わせるように細かくします。細かくするときは包丁の根元を使って今回は3等分にしたいので根元のだいたい3分の1のところに包丁を当ててそのまま半分ぐらいまで切り込みを入れます。そのままゆっくり進めていくといい感じのところでプキッと離れるのでこれで OK です。この切り方だと綺麗に半分にできますのでおすすめです。ぐーっと半分ぐらいまで入れたらここからはゆっくりです。プキッて切れますからね。言葉で聞くよりも全然簡単なのであ、こんな切り方あるんだって今度ブロッコリーを切る時の参考にしてみてください。あとは全体のサイズを合わせるように大きい小房があれば半分にカットしておきましょう。茎の部分は小房に比べて気持ちえぐみはありますがみずみずしくて美味しいのでぜひ一緒に食べてください。茎の切り口は時間が経って乾燥して硬いので切り落としておきますね。そうすると見てください、この外側に枠があるの見えますでしょうか。この枠が厚めの皮ってイメージで OK です。この厚めの皮は筋っぽく硬いので食べても口の中に残って美味しくないです。なのでこの厚めの皮を剥くイメージで切り落としていきましょう。四隅を切り落とすイメージで切っていきますね。皮が厚いのでピーラーで剥くとちょっと大変です。なので頑張って包丁で切り落とす方が楽ちんですよ。ざっくりと切り落とせたら見てわかるようにみずみずしいところが表面に出てきましたよね。これは食べても美味しいし柔らかいとこなんです。あとは全体を触ってみてツルツルして硬そうなところにはまだ厚めの皮が残っているので鉛筆を削るように切り落としてあげれば OK です。触って硬いところがあればピッと落としてやりましょう。
皮がむけたら食べやすい一口サイズにカットしていきます。昆布茶と一緒に火を入れるので、あんまり大きいと火が入りませんので、小さめのサイズがいいですね。これでブロッコリーの下処理ができました。ちょっと長くなっちゃってすいません。でも今日からみんなでブロッコリーマスターです。この後の調理はとってもシンプルなので、一緒に頑張りましょうね。大きめのボウルを用意して、小麦粉 70g を入れたら、中心に穴を開けるようにほじほじしていきます。ほじほじできたら、そこに卵1個を入れます。卵が入ったら、卵と小麦粉をよく混ぜておきます。今回の生地は天ぷらのように繊細な生地ではないので、卵と小麦粉を最初に混ぜておくと少し粘りは出ますが、玉ができにくいんです。ここに水大さじ3、これが今日のポイント、めんつゆ大さじ 1.5。 衣が厚めなので、その衣にしっかり味がつくのが美味しいポイントなんです。砂糖小さじ1、全部入ったら塊がなくなるまでしっかり混ぜ合わせます。めんつゆについてですが、今回4倍濃縮のめんつゆを使用しています。そこでお餅のめんつゆによって濃度が違うので、量を変えてしまうと全体の水分量が変わってしまいます。なので、お餅のめんつゆによっての詳しい水分量は概要欄に記載しておきますので、参考にしてください。大きな塊がなくなればいい感じです。細かいのはサクサクの元になるので大丈夫です。そしたら、この鍋の大きさだと2回に分けて揚げていきますので、半分の量のブロッコリーを生地にしっかり絡めておきましょう。これぐらいしっかり全体に衣がつくことで、外はカリッと中は衣で守られているので、旨味が閉じ込められてジューシーに仕上がるんです。それでは準備ができましたので、早速調理していきます。鍋に3センチから4センチほどの油を入れて、中火にかけて温めます。毎度のことで申し訳ないですが、揚げ物のハードルをぐっと下げるのは温度計です。油の温度が低いまま揚げると、油をたくさん吸ってベチャっとなるので胃もたれします。菜箸の気泡の量で油の温度を測るのは正直難しいですし、実際に何度も何度も揚げ物をやって感覚で覚える必要があります。なので、揚げ物が苦手な方こそ温度計を使ってください。失敗がぐっと減りますので。今日は160度の温度で3分ほど揚げていきますよ。油が温まったら、房を一番サクッとさせたいので、下に向けながら入れていきます。火加減は中火のままで OK です。この時のコツは、揚げる回数をなるべく減らそうと思って、パンパンに入れると全部くっついて大失敗します。なので、隙間を残すように無理しない回数に分けてあげることですね。このまま3分ぐらいきつね色になるまで揚げていきます。最初の1分ぐらいは衣を固めるので、なるべく触らないようにしてから、残りの2分ほどは全体をひっくり返しながら揚げていきましょう。こうすると油の温度も安定してきますからね。香ばしいきつね色になったら、小さいものから取り出していきましょう。取り出すときはしっかりフリフリして油を落としてくださいね。揚げ上がったブロッコリーは必ず房を上にして油を切ってください。房を下にすると房がしんなりしちゃうんでね。次のブロッコリーを揚げるときは、必ず揚げかすを取ってから、また160度に温度を調節して揚げ始めてくださいね。さっくりと揚がったブロッコリーがこちらです。めっちゃ美味しそうですね。副菜に、おつまみに、おやつに最高の一品です。おすすめはケチャップをつけて食べることです。これがマジで美味しいので、ぜひ試してみてください。せっかくなので、一足早く味見させていただきます。味見でなくなっちゃう可能性があるので注意してくださいね。うん、うまっ。それでは今日はおつまみレシピなので、一緒に乾杯させてください。おそらく私が食べたブロッコリーレシピの中で一番美味しいと思います、うん、唐揚げも素揚げもいろいろ試したのですが、ブロッコリーの良さが引き出せなくて、衣たっぷりのフリットの感覚で揚げたら、旨味が閉じ込められてむちゃくちゃ美味しかったんです。それでは今日もいただきました、グーです。それではまたお会いしましょう。食事処さくらでした。バイバイ。今日もご視聴ありがとうございました。食事処さくらはいつものご飯がちょっと美味しくなるように活動中です。メンバーシップもスタートしましたので、応援していただけたら嬉しいです。